ずっと前に出したね、この悪魔の目覚めステージ2の魔人ブー編で全ミッション一発攻略という動画、結構再生されてるんですよ。で、音声なしなんですよね。うん。なんか申し訳ないなということで、まあ、今回ちょっとチームはちょっと違うんですけども、まあ、皆さんでも組みやすいチーム編成で全ミッション一発攻略、解説やっていこうかなと思います。いつもありがとうございます。そうそう、まあ、徳島のバンブーキンです。というところで行きましょうか。あのね、この今のね、前半のドッカーフェスでピックアップキャラとなっております、このスーパーサイヤ人3孫悟空、まあ、劇場版ヒーロー170ですね。で、あと中身なんですけど、イベントドロップさんのスーパーサイヤ人トランクス4年期と、極限 Z 覚醒実装されましたイベントドロップさんの B でですね、ここ色が特攻になってます。で、あと通常ガシさんトランクス4年期で、スーパーサイヤ人5点4年期で、またもイベントドロップさんのスーパーサイヤ人孫悟空5点4年期ですね。これ作ってない方非常にもったいないですね。まあ、とにかくトランクス4年期を取ったら強くなると、で、取得機玉取れば取るほどアタックも伸びると、で、フレンドさん、このなんだ祭りゴジータ、あ、お借りしようという感じですね。行きましょうか。あ、まあ、勝てるかどうか知りませんけども、綺麗に解説できたらええないう話。並び、うん、まあ、ええわ。並びよしとしようか。よしとしましょうか。うん。ほんでね、こいつがね、めっちゃ必殺ってくるからね。うん。で、トランクス4年期が、まあ、回避してしまくってくれるんで、まあ、回避いっぱいしてもうていいんじゃないかな、なんて思ってます。あ、言うた矢先にですね。まあ、そんなもんですね。まあ、トランクス4年期おるんで、まあ、ダメージ軽減は効くとはいえ、だいぶ食らうでしょう。まあ、22万。だいぶ食らうかね。まあまあ、いいでしょう。先手必殺はね、ちょっと本当にやめていただいていいっていうやつ。そういうこと。さあ、追撃ありがとうございます。憎かったらアタックも伸ばしていきましょう。ね、うんうん。行動はしっかりね、受けれます。ただ、必殺はだいぶ食らうでしょう。いや、いけるんかな。2回攻撃してくれて、なあ、いけるっすね、いけるっすね。よかったっすね。262万。え、こんなもんなの、私。まあ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 、いいでしょ。まあいいとしましょう。で、だいぶ回避してくるもんね。オートランクスのようにね。ああ。まあこのキャンペーン、この後半で、ね、極限 Z 覚醒するのかね。わかんないですけどね。ああ、通常攻撃いいてますね。ああ、ありがとうですね。ありがとうなんかどうかわかんないですね。ああ。解説する言ってて、いつも通りの解説なんでね、なんか、今日は真面目にします、みたいな、そんなんではないです。うん、すいません。なんか、ごめんな、後出しじゃんけんみたいで。いや、なんか、こういうチーム編成、ね、いけたらね、皆さんも、一発攻略できるかと思うんですが、まあ、あるいは別にね、無理にね、一発攻略しなくてもいいと思う。ただ何回も行くのめんどくさいなって方はぜひまあね、このチーム編成でも行ったらいいんじゃないかななんてあたいは思ってるわけですね。これビーデルで受けれんの？ビーデルで受けるの？返してもらおうか。スリゴク、あれ、これ並び、そうな、結局並びなんよな。9個、結局並びないよな。うん。おいしょい。うわ、痛い。痛い。あれ必殺クロ取ったら終わっとったな。まあ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 。これは強いんか。これだいぶ。まあ、エトするで。まあこの並びでええとするで、ほんでなこうで、こういって、まあ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 ええとしよう、まあ、とりあえずはええとしましょうね。オッケー。先手必殺がなかったらどうってことないんよこれは。うん、あトランクスなんか追撃せんな。スキル玉で追撃振ってるんだけどね。なんでだろうね。オッケー、いいよ。5点はね、結構追撃してくれるんだ。あ、ごめん。追撃せんかった。ごめん。
まあ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 。それはしゃあないね。で、ビーデル、劇場、あー、おいしょい、そうそう。そうよ、うわー、クラウナ、トランクス。あー、ソークロン。ソークロン。こういかな、しゃあないな。回避してくれるでしょう。してくれるよね。してな、回避してな。いや、せんのかい。せんのかい。なんなんだ。さすが、確率回避。回避嫌いだな。危ねえな。危ねえ。通常攻撃は許しちゃろう。危ねえぜ。何を考えているんだ。で、次で技のトランクス、で、タイの5点と並べたいわけですね。そうですね。そうそう。で、地の5点と、地のトランクスを並べたいわけなんですよ。わかります？理想ね。ただ5点を3枠目にしたところで、あ、違う、そうか。そうなんのか。やっぱ最初の並び悪かったのか。いや、まあ、もうええわ。しゃあないわ、これは。あ？うん。だから、技トランクス5点5点って来てまうのか。ちょっとしんどいな。1枠目で5点は、いけるっしょ。だいぶ追撃したき。うん。だいぶ追撃したきやでね。コーチ弁なってるけど。そやぎ、そやぎって言うでしょ。何しちゅうかってね。女の子のコーチ弁はだいぶ可愛いらしいですよ。うん。友達が言ってたよ。うん、それは確かなんかっつう話。どう、こういったんやんかな。で、ここでウイス使ったんやな。な。そう、転ばの先のウイスを使って、ね。そういうことですね。うん。5点、5点さえな。5点だいぶ。もう変なところで、なんかあんまこんなところで、ねえ、使いとうないけども、ウイスを。うん。まあ、ここはウイス。まあ、次のターンもウイス効いてるからね。そう、この先手必殺が、先手必殺がどうしてもいかんせんやから。まあ、ちょっと頃合い見てウイス使っても、この3ターン目でウイス使うのも、まあ、ありっちゃ、ありなんじゃないか。いや、ありでなかったな。これやらんな。こいつらでやらんな。まあ、ええか。ちょっとまあ、様子見で、ちょっとやってみましょうか。あ、そっか、気力上がんねや。まあ、そっか。もう一発、こんのかー。ウイスもったいなっす。ウイスもったいな。だから、祭りゴジータの、あれやな。なんか、ね、だから、こう行こう。こう行って、祭りゴジータのね、なんか、来たらいいんじゃない？そのメイン、あ、ターゲット集中な。ああ、もうしんどいって。まあ、ウイス効いてるとはいえ。だいぶ必殺打ちすぎやろ。暴れるね。暴れるぜ。で、ここで、落とすやん。で、次のターンで、もう一回ウイス使ったんやな。そうやな。そういうことやな。うん。で、ここで来るやん、またね。ああ、先手ライン最高すぎる。先手ラインは最高すぎるやん。で、ここでもう一回追いつかったやんな。で、技トランクスで味方を上げるみたいな。ああ、そうな。ああ、そうな。じゃあ、ここ行くやん。うわあ、だいぶ取りたかったな、5点な。残念すぎる。残念すぎるとしか言いようがない。で、ここか。ビーデルが心配。え、ビーデルって劇場版ヒーローおればおるほどだろ。で、でも必須飛ばしてくれたら技のトランクスのところで、うわー飛ばしてけへん。やばい。ビーデルのところで絶対飛ばしてくるやん。やばいなぁ。5点回避とかゼロ。ああ、回避するやん。そっか。中確率回避やったね。ごめん、俺、ビーデルあんまよく知らないんだわ。ちょっと必殺受けてほしいんやけど。ああ、ほら、ないわんこっちゃないじゃん。だいぶ食らうんかい。お、返した、よかった、嬉しい。会議も取ったんや。嬉しすぎるんやけど。ほんまに嬉しすぎる。
ほんで、で、こう行って、こう行って、そうやな、こうがええな。今ウイスカって、ここでウイス、これ終わったんじゃん。ほなね、こう行くやん。で、こう行ってさ、で、次のターンは、あ、スタンバイやるけど。スリー悟空のスタンバイってさ、どんなんだったっけ？HP のあれでスタンバイできるんだったっけ？やべえ、忘れたな、おい。さあ、5点の補正もついての1400万、祭りゴジータ。で、今撮影してるのが11日ですからね、今日の、11日じゃない、ごめん。14日か。14日の11時に、あの、伝説降臨祭で再録、初再録されますからね、この祭りゴジータ。ぜひね、あの、狙っていただきたいですね、持ってない方は。まあ、交換も、ありですね。交換ありのナンバーワンキャラといっても過言ではない。そういう解説動画も出してますので、ぜひ見てください。ショート動画だけではなく、ぜひ、あー、だいぶついぶちかましてくれるな。さすが虹のフレンドさん。ショート動画だけではなく、メイン動画も万抜目指しております、私。5000人になったらメンバーシップ始めようかななんて、浅はかな考えも持ってます。徳島のパンプキンです。皆さんのお力が必要です。つい聞きは嬉しい。とか、だいぶダメでしょ、女。さすが特攻キャラだぜ。ゼロゼロ、まあまあまあ、ええけどね。ゼロ、あ、スタンバイ来たよ。で、これでスタンバイぶちかまして、3倍中って何だった？行動負荷で、一旦の間、うん、超過回避、いかなる、見極める、このターン中、敵の攻撃回避。こんやん。いや、まあ、ええけどな、別に。別にええよ、ほら。うん。まあ、来た方がいいかって言われたらそうでもないしな。うん。回避だろ？うん。回避だろ、うん、で、行動負荷だろ。ほんで、トランクスの補正だろ。ここ必殺食えへんけんな。この地名性ええやん。なあ、そう考えたら。だから最初の並びじゃって。だからご飯5点、ちゃごめん。5点トランクスは必ず1セットやわ。ほんで、ここでお邪魔虫のビーデルがおるけども、ターゲット集中させる、ターゲット集中させますよね。ゴジータ戦です。うん。ほんで5点を打って補正させて、でゴジータでとどめや。バッチリちゃうなあ。うん。はい。ほんでこれ、気弾ひ、お、気弾返しやん、これ。今日めっちゃ綺麗な解説でない？おい、久しぶり見たな、おい。ゼロて。ゼロて。うん。ね、祭りゴジータでとどめや。おい、1780万。追撃してほしかったな、5点。さっきが追撃せんのなんでなんだろう。はい。で、追撃。うわ、いいな、今日綺麗な解説やん。ここでとどめ刺したらな。この祭りゴジータ、えらい会心でへんやん。さっきから祭りゴジータ。お、出たわ、よかったわ。まあ、そんな感じで、お、この警報画面も久しぶり。まあ、そんな感じで、祭りゴジータのさ、魅力も伝えれたんじゃないかな、なんて思ってる。なので今日ね、ちょっとね、ずっと前に出した、この悪魔の目覚めステージ2の、ミッション、全ミッション一発攻略の動画の、まあ、オマージュというか、ちゃんとした解説を、ちょっと、やってみたという。まあ、そんな感じで。まあ、皆さんも地面接しやすいかと思いますし、で、この度の、後半の伝説降臨祭で再録されます、この祭りゴジータ、手に入れたら、
なお勝ちやすくなるかと思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。で、この動画良かったよという方高評価で、チャンネル登録お済みの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。